この話なんですがね、実に生々しい話なんですよ。で、実際のところ一体どっから話したらいいかなって自分でもですね、ちょっとどうしたもんだか考えてるんですがね。というのは今年の夏の初めなんですがね、テレビの番組でジャニーズジュニアのメンバーたちと私、その心霊スポット行ったんですよ。で、そのいくつか行ったうちのこれ一つなんですがね、この場所というのが東京と埼玉がですね、ちょうど接してるあたりなんですかね。で、そのトンネルなんですよ。ただここへ行くためにはどうするかというと、東京から一旦埼玉へ出て埼玉から入るんですよね。で、状況は私知ってるんですよ。メンバーはそれ知らないんですよね。そこは古くからのトンネルなんですが、これが非常に珍しいというのは、現在のトンネルがこうある、その上に旧そのトンネルがあるわけですよ。申し訳ないんですが、トンネルの名前は言えないんです。これね、知ってる方はもちろん知ってますかね。で、この旧トンネルの上にもう一本旧トンネルとあるんですよ。その昔このセメントを掘り出して、そのトンネルを通って運んだということなんですがね、その場所なんですよね。で、まあ行ったわけなんですがね、現在のトンネル、これは全然問題ないです。普通のトンネルなんですよ。大きい道路が走ってる。ここからちょうど枝分かれするように旧トンネルってなんですよ。50年前のトンネルなんですかね。もう入り口に杭が打ってあって車は入れない、人と自転車が中に入ることはできるんですが、現在のところは使ってる人はいないっていう話なんですね。山の間こうずっとくり抜いたような道がずっと続いた、その向こうにぽっかりと大きな口開けてね、あるんですよ、トンネルがね。闇の中だからどっからがトンネルか分かんないようなところ、はあと思ってね。で、このトンネルにはどういうような話があるかというと、トラックが埼玉県側から来るわけですよ。で、東京側からも行くわけですよね。狭いトンネルの中、お互いスピードを出すもんだから、途中で慌ててハンドルを切って事故が起きてるって言うんですよ。で、何度も事故が起きるもんだから、そこを通行止めにしてしまったって話なんですよね、と言われてるんですよ。でも、それはおかしい。狭いトンネル行ってみると分かるんですが、確かにトラック2台がやっとすれ違えるようなね、トンネルなんですよ。そんなトンネルでね、スピードを出すはずがないんだ。で、私調べたんです。それ実際行ってみたんですがね、東京側からずーっと行くんですよ。途中でやたら息苦しいんだ。岩をくりぬいたトンネルなんですがね、なんだか嫌な感じがしてますよ。で、ちょうどトンネル半ばを少し過ぎた先の壁にね、いくつもぶつかった跡があるんですよ。ちょうどトラックのバンパーが当たってるんですよね。その時ハッと思ったんですよ。おかしいじゃないですか。トラックとトラックが来て、お互いがハンドルを切ってぶつかったならば、向こう側の壁にもなくちゃいけないはずなんだ。ない、どこでぶつかるかわからないはずなのに、全部一箇所なんですよ。これは絶対何かあるだと思った。で、調べてあることが分かったんですよね。これはそのトンネルの特性なんでしょうかね。入っていきますよね。岩でできているトンネルですから、音が反響するんですよ。わーと、それがものすごい勢いだって、わーってなるとね、ちょうどこう、そうですね、何かこううめくようなね、苦しむような、うーってこうなるんですよ。本当に運転手は運転してる、暗い中、わーって突然うーって怖いなと思ってると、ドンドンドン、どっか分からないですよ、音がする。運転手さんはドア叩かれてるわけだ。なんだ、お気持ち悪いな、思わずバックミラーを見ると、ミラーの中にそのトラックに張り付いた血だらけの男がペタッと映ってるんですよ。で、思わずわーっと抜けてドーンとぶつかったって言うんですよね。私はどうやらこの話の方が合ってるんじゃないかなと思ったんですよね。メンバー連れて行ったんですよ。その言われた場所で待って、メンバー知らないんですよ。みんな具合あるからちょっと、どうやらその撮影の方が続行不可能だって言うんですよ。で、みんな引き上げたんですが、プロデューサーとディレクターがやってきて、稲川さんどうしましょうか、この上の救急行っていますかって言うんですよ。できれば行きたいって言うんです、向こうはね。普
思議なのがメンバーの皆さんがね、上が気持ち悪いって言うんですよ。彼たちは上にトンネルがあること知らないんですよ。でも気持ち悪い、どうも上が気持ち悪い。そうなんですよ、このトンネルじゃないんですよ、問題はこの上のトンネルなんですよね。で行ったのがジャニーズジュニアの丸山君、丸ちゃんと、そして村上君、リーダーの彼はね、責任感というんですか、稲葉さん僕行きますよ、来たんですよ。これが細い道登っていくんです、ずーっと。多分当時はですね、馬を使って荷を出したようですね。どん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 行くと、そして鬱蒼と木でもって、まるでもう空は見えないですよ。そこにバリケードが来ていたんですよね。大げさなもんが、うわすごいなと思って、そこを入ってずーっと歩いていくんですよ。木の向こうに見えた小さなトンネルなんですよ、これが。でトンネルそのものはね、入り口が生まれたのレンガでもって綺麗な作りはしてるんですよ。でもそれ全部が入れないようにフェンス、要するに金網でもって覆ってあるんですよ。入り口がない。普通大体入り口あるんですよね、鍵でこう開けりゃいいような。ない、全部金網。ところが誰かが切って入った跡があるんですよ。行ってみた。その時カメラさんも具合悪くなってて、唯一1台カメラが来たんですよ。他の連中はって言うと、もうここまで来てない、車の中倒れてましたから。でこの撮影が終わったらすぐ引き上げようって話だったんですよ。真っ暗なんだ、私がいる、マルちゃんがいた、見せたんですよ。真っ暗、いや見なかったですよ。時間は夜なんだ、見えるわけがないんですが、じーっと見せた。動いてる中でこう、何かが、マルちゃんなんか動いてるねって言ったら、マルちゃんが、稲さん見えますよね、動いてますよね。村上君が来たんですよ。何ですか、その黒いものがふーっとこっち来たんですよね。ちょうどあのホースの中を水がブーンと急に流れたように、突然空気がふーって来たんです、こっちへ。その空気がふっと流れて、うわっ、風に吹かれた、その瞬間に、そうですね、我々がいるその位置から7、8メーターぐらい向こうかな、突然風と一緒にふーっつったんですよ。あの時驚いたんだけど、人間ね、その音にも驚いたけど、恐怖するとすごいなと思ったのは、村上君がうわーっ逃げたんですよ。彼は運動神経すごくいいんだ。でも体が逃げようとするもんだから、空中飛んでるんですよ。うわーっ、空中で走ってる。でもこれダサーっとこった。人気アイドルですからね、怪我なかったら大変なんですが、ダーッとまだこうもがいてるんですよ。うわーっつって、マリちゃんと私はここにいたんですよ。向こうがまるで、おい待ってたよっていう感じなんですよ。入ってみるって、入る、金網から入ったんですよ。下はそのまんま泥なんですがね、途中まではこうレンガあるんですよ。そこから先はね、岩なんですよ。すごいのが、そのレンガが垂れ下がってるんですよ。ブーッと膨らんで岩にも落ちそうに、その間からヒューッとあの鍾乳石ってやつ、俺も取れてるんですよ。赤いレンガに白い鍾乳石で黒ずんでる場所もあるんですよ。人間の内臓のような感じしましたね。気味が悪いなと思ったんですよ。今のワゴン車一台通れませんよ。天井低いんですよ。幅もそうそう広くない。ピチュ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 、だいたいこの辺りがちょうど途中な中心のとこかなと思ったんですね。その真ん中あたりすごいんですよ。風なんかないんですがね、ふわーっと体が震えるんですよ。ってこれって一体何だろうと、風がない夜中、ふーっとったんですよ。これは行った方がいいかなと思ったんですがね、行ったんですよ。私そのままカメラさん後から来る、丸山も来た。で向こうが出たんですよね。要するに埼玉県方面出たんですよ。道はあるんだけれども、もう木が倒れたりしてましてね、原生林の状態ですよね。あれ気候が違うって言うんですかね、夜中なのになんか白ずんでんですよ。なんか白い霧がふー立ってて、よく見えないんだ、ここすごいなと思ったら、後ろで丸山君が、稲川さんダメです、もう稲川さん立ち上がれませんよ、稲川さん上見れない。私ひゅっと振り向いたんだ、ちょうどトンネルがある後ろばっかりですよね。その下に丸山君しゃがんでるんですよ。稲川さん立ち上がれない、上見れない、稲川さん。彼がしゃがんでるトンネルがある周りはこうレンガで綺麗にできてるんですかね。
その周りっていうのはうっそと草なんですよ。そうですね、高さがそうだな1メーター近くあるかな、草なんですよ。ふわーっと、それがまるでね人の顔にこうついた髪の毛のようにふわーって言うんですよ。そこーって言って、マリちゃんダメだね、もういけないね、戻ってったんですよ。で、同じように具合が悪かった。それで向こうが出たんですよね。ここ一体どういうとこなんだって聞いたんですよ。私もある程度は知ってた。で、その時あることを知ったんですよね。これは覚えてらっしゃる方も随分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですがね、どのぐらいか前かになりますがね、もうだいぶ月日が経ってますけども、連続幼女殺人事件ってなったのはご存知ですか。生々しい話ではとても私はこれ嫌なんだけども、幼い女の子を殺してバラバラにして、でその死体を焼いてね、骨を親元へ届けた。当時私は朝の番組やってましてね、それでもう許せなかった。私にも子供がいるわけだ、人を生かすのは大変なわけだ。それをね、罪もない子供を殺しておいて、それをバラバラにして焼いて骨を親元送りつける、人間のすることじゃない。私夢中でそれをもう許せないと犯人出てこい騒いだんですよ。仕事忘れてたな。次の週テレビ局行きましたらば、局のお偉さんが待ってる。警視庁のお偉さんも来てるんですよ。稲川さん、ちょっと時間よろしいですか。で、はい、行きましたら、実は稲川さん、先週あなたが話をしたそのことで犯人から手紙が来てるんです。これ明らかに稲川さん、あなたに対する手紙ですよって言うんですよ。で、局のお偉さんが、稲川さんどうします、番組中稲川さんはコメンテーターですからいくらでも話ができると、番組中また稲川さんこのことについてお話ししますか、それならば時間取りますかって言うんですよ。と警察の方では、ただ稲川さんこれ犯人分かってない、あなたのすぐ身近な人かもしれないんで、ご家族の方は我々がちゃんとしっかりお守りしますよって言ったんで、いや守っていただいた方が結構ですと、守らなくても結構ですが私ちゃんと今日言いますよ言ったんですよね。で犯人が捕まったわけですよ。警察から連絡いただきました、局からも来ましたよ。犯人の車の中、犯人の家に私のね恐怖ものの本だとかビデオもあったそうです。まあ他にもいろんなものが随分見つかったんですが、彼はどうやらこの心霊ファンだったんですね。で話ふっとまた元へ戻りますがね、実は警察で調べたその時に犯人が何をね自供したかというと、彼がその幼女殺人を思い立ったというのはそのトンネルの中だったんですよ。犯人というんですがね、このという男が実は心霊スポット周りをしてたんですね。で行ってはいけないそのトンネル行っちゃった。我々が入ったその金網切ってあったって言ってましたよね。彼が切ったんですよ、入っちゃった。で彼の自供によると、トンネルの中ずっと歩いてって途中まで行った、ちょうど中間点ぐらい、その時にふっと頭の中に幼い女の子を殺さなくちゃと思ったって言うんですよ。突然それを思い立ったって言うんですよね。でこの犯人を捕まえに警察が行った時に彼は逃げた。山狩りになって彼が発見された場所はなんとそのトンネルの中だったんですよ。その一番の真ん中あたりうずくまっていたそうですがね、一人でいるにはとてもじゃないけどいられない、それだけでも恐ろしい場所に彼はずっと身を潜めていたんですよね。それって一体何だろうと思った。でまた私調べた、あることが分かったんですよ。というのはね、このトンネルの入り口、東京側ですかね、ちょっとこう距離を置いて家が一軒建ってるんですよ。今壁が全部剥がされてる、骨組みだけになってる。ただ屋根は乗ってるんですが、話によるとここは元居酒屋だったんですね。
おじいさんとおばあさんとお母さんとその娘というのは4人でもってここで居酒屋をやっていた。この山の中ですよ、人の通る道じゃないんだ。これは多分そのセメントを運んでくる人たちのための居酒屋だったんでしょうね。そんなある日、男が一人ね、ナタを持ってやってきて、わけもなくそのおじいさんおばあさんを頭かちばちった。で、逃げる母親も殺された。その女の子はね、傷を負ったんですが、トンネルに逃げたって言うんですよ。その真っ暗のトンネル、夜の出来事なんですよ。トンネル昼間でも暗いんだ。その暗いトンネルの中、逃げていく女の子を男が追ってきたんですよ。で、トンネルの中央、全く何も見えないような暗闇の中で女の子の頭かち割ってるんですよね。が、女の子を殺さなくちゃと思った同じ場所なんです。ただ申し上げたいんですがね、罪は罪なんですよね。これ罪ですよ。私はだから彼を弁護してんじゃないでしょ、例のせいにしてるんじゃない。どうやらその場所には何らかの不思議な力が作用してたんじゃないかなということだけを言いたい。やっぱり彼は罪を償うべきですからね。で、みんなが帰ったんですがね、私どうにも気になった、具合はすごい悪いんですがね、その居酒屋見に行ってみた。椅子がありましてね、作りからって居酒屋って分かりましたよ。あ、これは嘘じゃないなと。壁は全部剥がしたんですが中見えるんですよ。で、床板まで剥がした。なぜかえーと思った。床板を剥がしたその広い部屋ですよね、お店なんでしょう。その真ん中に四角いものがあるんですよ。板でこう打った。あれなんだろう、いろりか何かかなと思った。それにしたら不自然なんですよね、床より低いんだ。それが入る瞬間どうしようと思ったんですね。もうすでにいろいろそこでもってひどい目になってますから、どうしようと思ったんですけどね、見てみたくなった。行ったんですよ、一人で入って。その時ようもなくこのゾクッと寒気がするんですよ。で、いろりなんだろうなと思ってふっ見たんですがね、それいろりじゃないんですよ、井戸なんですよ。井戸、床下に井戸ですよ。その時ふーっと私が思ったのはね、この井戸の底に誰か人死んでるなと思いましたよね。どうやらそこは因果が巡り巡っている場所なんでしょうね。入ってはいけないところ、人が犯してはならない場所ってのはどうやら本当あるようなんですよ。取材が終わった、もうみんな動けないんですよ、具合悪くて。私マネージャーと帰るんで、じゃあお疲れさんって言って自分のところのね、これシェリーバンと大きい車です。で、助手席座った。なんだかすごく息苦しいんですよ、なんか具合悪い。で、窓開けたんですよ。